はい、始まりました。たけし先輩です。今年のね、大阪はね、あの12月でもね、寒いことは寒いんですけども、まだ走れるぐらい暖かいで、今日なんかね、気温ね、一応12度あったんでね、一応ね、ライダース着て走ってみました。でライダースのね、今回は慣らしをしてるわけなんですが、久しぶりに来たらすごく硬いです、はい、胸とかね、結構パツンパツンでね、はい、これヘッドファクトリーのバッグやってます。このバッグね、なかなか迫力あるんで気に入っています。これ結構ね、なんか迫力あるジャケットなんですけどもね、で生地ね、これシワ寄ってるとこあるでしょ、これ脱いだらね、結構アダになってるんですよ。このシワになってへこんでるところ、腕押されてね、アダになってたりすることがあるんですけどもね、でですね、やっぱりですね、重たいけどね、まあ、だんだんね、あの馴染んできたらね、この硬い皮もね、しっかりとね、なんていうのかな、自分の体に合うようになってくると思います。はい、中ね、ちょっと今回はね、寒いと思ってパーカーを合わせました。パーカーはしたらやっぱりちょっときついですね。ほんでプロテクター背中に入れて、はい、まあ言ったらパツパツなんですけども、まあサイドのウエストがね、これね、編み上げになってて調整できるのでね、その点楽に着れるんですけどもね、まあ中にインナーにね、こうやってパーカー着てるから、このぐらいのサイズでちょうど良かったかなと思います。しかしね、これなかなか、まあいいかなと思います。思ったよりね、寒くはないし、まあ1月2月はちょっと皮はきついかなと思うんですけどもね。はい、慣らしをしている最中です。以上です。ありがとうございました。